判定の結果引き分けです。ルーターの延長戦に入ります。判定の結果は1つです。2分間の再延長戦に入ります。
体温調整の結果引き上げです。体重判定に入ります。両選手体重測定をお願いします。両選手の体重を発表いたします。赤ゼッケン136、アルテムリアリゼン選手体重 99.3kg、 白ゼッケン140、カラハト笠野選手体重 79.4kg、 従いまして10kg 以上の差が認められましたので、白田中和野選手の勝ちとなります。